幸福寺。幸福寺は、奈良県奈良市の堀王子町にある、なんと六州の一つ、宝昇州の大本山の仏教寺院である。なんと七大寺の一つに数えられる。藤原氏の祖、藤原鎌足利とその子息、藤原不妃とゆかりの寺院で、藤原氏の宇治寺であり、古代から中世にかけて強大な勢力を誇った。南遠藤は、西国三十三所、第九番札所である。 古都奈良の文化財の一部として、世界遺産に登録されている。藤原鎌谷夫人の鏡大王が、夫の病気併有を願い、鎌谷発願の釈迦三存像を本尊として、天示天皇8年、669年、山城の国山品、現、京都府京都市山品区に創建した山品寺が、当時の木である。人心の乱のあった、天武天皇元年、672年、 山品寺は、藤原家に移り、地名の高い地馬屋坂を取って馬屋坂寺と称した。和道三年、710年の平城経営の戦都に、祭始、鎌鳥の古府人は、馬屋坂寺を平城経左京の現在地に移転し、幸福寺と名付けた。この710年が、実質的な幸福寺の創建年といえる。中根堂の建築は、 平常線とごまもなく開始されたものとみられる。その後も、天皇や皇后、また、藤原家によって同東が建てられ、仮覧の整備が進められた。不人が没した、養老4年、720年には、造幸福寺仏伝子という役所が設けられ、元来、藤原氏の指示である、幸福寺の造営は、国家の手で進められるようになった。幸福寺は、 奈良時代には四大寺、平安時代には七大寺の一つに数えられ、特に石棺家、藤原北家との関係が深かったために手厚く保護された。平安時代には、春日社の実権を持ち、大和国一国の荘園のほとんどを領して、事実上の同国の国主となった。その勢力の強大さは、比叡山延暦寺と共に、なんと北霊と称された。 寺の周辺には、達中と称する多くの付属寺院が建てられ、最盛期には100会院以上を数えた。中でも、天独元年、970年、貞明の創立した一乗院と、漢字元年、1087年、高自然の創立した大乗院は、皇族、石家の指弟が入寺する門跡寺院として栄えた。鎌倉、室町時代の武士の時代になっても山戸武士と、 宗平等を養子強大な力を持っていたため、幕府は守護や守護大名を置くことができなかった。よって、大和国は実質的に幸福寺の支配下にあり続けた。安土桃山時代に至って、植法政権に行くし、文禄四年、1595年の県地では、春日社幸福寺合体の治療として二万千、余石とされた。幸福寺は創建以来、 たびたび火災に見舞われ、その都度再建を繰り返してきた。中でも自称4年、1180年、自称、受影の乱、原平合戦の最中に行われた、平重平のなんと焼き討ちによる被害は甚大で、東大寺と共に、大半の伽乱が消失した。この時、消失直後に別当職に就いた、新縁と下脱上人上京らが奔走。朝廷や藤原氏との交渉の結果、 平氏政権が、朝廷の実権を握っていた時期に一旦就航されて、取り上げられていた荘園が、実質的に、京寺川へ返却され、朝廷と藤原市長者、幸福寺の三者で費用を分担して、復興事業が実施されることとなった。現存の幸福寺の建物はすべてこの火災以後のもので、ある。なお仏像をはじめとする自宝類も多数が消失した、ため、 現存するものはこの火災以後の鎌倉復興期に制作されたものが多い。幸福寺を拠点とした運慶ら喜び派物資の手になる仏像もこの時期に数多くられている。江戸時代の教法2年、1717 17年の火災の時は時代背景の変化もあって大規模な復興はなされず、この時焼けた西近道、高道、南大門などは再建されなかった。 江戸時代は二万千国の事領を与えられ保護された。慶応四年、1868年に出された、神仏分離令は、全国に廃仏希釈の嵐を巻き起こし、カス社と一体の信仰、神仏集合が行われていた、幸福寺は木ナ打撃をこむった。幸福寺別当だった一乗院及び大乗院の門主は原属し、それぞれ宮川や松園家と名乗った。 奈良家族。死因はすべて廃止。事業は1871年、明治4年の常治令で没収され、僧は、春日社の新職となった。境内は、塀が取り払われ、樹木が植えられて、奈良公園の一部となってしまった。一乗院跡は、現在の奈良地方裁判所、大乗院跡は、奈良ホテルとなっている。一時は、廃寺同然となり、五十頭。 見えとうさえ売りに出る始末だった。五十頭は二百五十円。値段には諸説あるで、改定がつき、飼い主は、頭自体は燃やして、金目の金狂いだけを取り出そうとしたが、炎症を心配する、近隣住民の反対で火をつけるのは取りやめになったという。ただし、五十頭が焼かれなかった理由はそれだけでなく、頭を残しておいた方が、観光客の誘致に有利だという意見もあったという。 行き過ぎた廃物政策が反省され出した1881年、明治14年、ようやく幸福寺の再興が許可された。1897年、明治30年、文化財保護法の前身である古社寺保存法が交付されると、幸福寺の書道等も修理が行われ、徐々に時間が整備されて、現代に至っている。しかし、寺に塀がなく公園の中に寺院がある状態。 いわゆる、信仰の動線が欠落していると称される状態は、この時の名残である。1998年に世界遺産に登録され、1999年から国の史跡整備保存事業として発掘調査が進められている。平城系での創建戦3 0 0年を機に中近道と南大門の再建が計画されている。中近道は2018年10月に、 落慶法要を迎えた7日から11日。かつて幸福寺には幸福寺領門跡と呼ばれる二つのシーンがあった。一上院と大上院である。一上院は平安時代後期の第六代門主革新が関白、藤原諸実の子息だったことをきっかけに、代々、石家あるいは皇族が門主を務める門跡寺院の一つとなった。その後、 高設計分立以降は、この家の完了するところとなり、この家流、この家、高塚紗屋の指定が門主となる例が多かった。ちなみに、足利義明は、もともと、この家種家の有志として、法名、各家をなり一条院の門跡となっていた。兄、義輝の殺害に伴い減属し、織田信長の援助を得て、室町幕府将軍となったものである。大和の国衆で後に、 戦国大名化した筒井氏は一条院の首都の筆頭であった。江戸時代に入って、御用税天皇の御子孫閣が門主となったのをきっかけに新王が門主を務めるケースも増えた。例えば、国のみや朝彦新王は、元は一条院の門主で、その後に少連院へ移されたものである。石家や新王家と同様に、初代部以下の専属の家子もおり、石家、 新農家と同格の立場を誇っていた。また、奈良だけではなく、京都今出川の京急邸と御所の間に、里坊と呼ばれる屋敷を持っていた。大乗院は、これも、藤原諸種の子息である広藩が門主となったのを、きっかけに、門跡寺院となった。こちらは九条家の官僚に属し、九条流、九条家、二条家、 一条家の指定が門主を務めるところであった。戦国時代には、日記、大乗院寺社雑事記で著名な門主人尊、一条、金吉の子息が出ている。また、足利義明が将軍の地位を追われた後と、義明の一人息子が出家して、法名を義広と名乗り、大乗院の門主となっている。一条院が筒井氏を首都としたように、大乗院も、 古市氏を主都としている。初代部以下の家ジや里房を有し、石家、新郎家と同様の格式を誇ったことは一条院と同様であが、新郎が門主となった例はない。幸福寺の最高職である別当は、一条院門主と大乗院門主が交互に就任する習わしだった。ただし、平家による、なんと焼き打ち直後の時期に第44代別当となった。 信縁に限っては、例外的に一条陰門跡と大乗陰門跡の双方を他のいくつかの陰下と共に検体している。また、両門跡に属する門主以外の者が別当に就任した例もある。また、幸福寺がその権限を行使していた山和国主語職については諸説ある。別当が権限を有していた説、両院の門主が共同で権限を行使していたとする。 説、文主が、別党の時は、別党が全権を行使し、それ以外の者が、別党の時は、別党と両院が共同で権限を行使していたとする、説である。江戸時代には、世俗的権力を失い、幕府から一定の治療、一乗院が1492国、大乗院が951国を与えられた単なる、寺院となった。両院とも、明治の廃物希釈で廃寺となった。 かつての幸福寺には、中近道、東近道、西近道という三つの近道があり、それぞれに多くの仏像を安置していた。寺の中心部には、南から北に、南大門、中門、中近道、高道が一直線に並び、境内東側には、南から五十島、東金道、直道が、境内西側には、南から南遠道、西近道、北遠道が建っていた。 このほか、境内南西隅の一段低い土地に、三重島が、境内南東部には、大湯屋がそれぞれ建てられた。これらの道具は創建以来、火災にたびたび見舞われ、消失と再建を繰り返してきた。明治期以降、幸福寺の境内は、奈良公園の一部と化し、地域を区切っていた平野、南大門もなくなり、天平時代の整然とした奈良ん配置を想像する、ことは困難になっている。 幸福寺中近道、大中近道は、藤原鎌足里発願の釈迦三尊像を安置するための寺の中心的な道として、和道三年、七百十年の平城京戦都直後に造営が始められたと推定される。後に、東近道、西近道が建てられてからは中近道と呼ばれている。創建以来たびたび消失と再建を繰り返したが、江戸時代の教法二年、 1717 17年の火災による消失後は一世紀以上再建されず、文政2年、1819年、特殊化の寄付によってようやく再建された。この文政再建の銅は仮銅で規模も従前の銅より一回り以上小さかったが、幸福時刻法館の開館、1959年までは高さ5.2メートルの千珠観音像をはじめ、 幸福寺国宝館で現在見られる仏像の多くを道内に安置していた。また、朱色に塗られていたため、赤堂として親しまれていた。あくまで仮の堂として建てられたため、長年の使用に不向きである安価な松材が使用され、瓦も安物が使われ、経年による雨漏りがひどかった。1974年に中根道裏側の行道跡に仮根道なら、 薬師寺の旧根道を入り萌屋造りから寄せ胸造りにし、後輩を撤去するなどの大改造により、外観を変えて移築したものが建てられ、本尊の釈迦如来座像などはそちらに移された。文政再建の仮堂の中根道は老朽化のため、移築再利用も不可能と判断され、一部の再利用できる木材を残して2000年に解体されている。なお、 中近道解体後の発掘調査も終了し、創建当初の姿を再現した新中近道の建設と境内の整備が、創建1300年となる2010年に着工し、2018年10月に落計した。2017年、翌年に新中近道が完成するのを見越し借り近道内の書物を新中近道に移した。中近道内には、 幸福寺の本尊である釈迦如来座像、江戸時代の最高のほか、以下の仏を安置。なお、仮近道は名称を仮近堂に改め、国宝館にあった阿弥陀如来座像を新たな本尊として安置した。現存する幸福寺東金堂は、室町時代中期の大三33年、1426年に再建された。平面は、桁行き島、張増島、 屋根は一重、寄せ棟作り、本河原吹きである。1897年、明治30年12月28日、当時の古社寺保存法に基づく、特別保護建造物、文化財保護法における、重要文化財に、相当に指定。1952年、昭和27年3月29日、文化財保護法に基づく国法に指定されている。 幸福寺東金堂は、仁気三年、七百二十六年、聖武天皇がおばにあたる、岩礁天皇の病気併与を祈願し、薬師三尊像を安置する堂として創建した。自称四年、千百八十年の陛下による、消失後、文治三年、千百八十七年、幸福寺の創兵は、アスカの山田寺、現、奈良県桜井市行動本尊の薬師3尊蔵を、合奪してきて、 東近藤本尊に据えた。東近藤は、その後大英18年、1411年に五十棟と共に明け、現在の建物は、英二22年、1415年の再建の室町時代の建築である。様式は、東昇大寺近藤を参考にした伝票様式。平面規模は、総建寺の堂に準じている。堂内には、以下の書物を安置する。 現存する幸福寺五十塔は、室町時代中期、永三33年、1426年の再建。本川蕨の三県五十塔場である。1897年、明治30年12月28日、当時の古社寺保存法に基づく、特別保護建造物、文化財保護における、重要文化財に、相当に指定。1952年、 昭和二十七年三月二十九日、文化財保護法に基づく国法に指定されている。幸福寺五重塔は、光明皇后の発願により、天平二年七百三十年に創建された。現存の塔は、永三十三年千四百二十六年頃の再建である。高さ五十点一メートルで、現存する日本の木造塔としては、当時五重塔に次いで高い。 現存する幸福寺北遠道は、鎌倉時代前期、上限4年、1210年の再建。屋根を一重、本瓦わらぶきとする八角遠道である。1897年、明治30年12月28日、当時の古社寺保存法に基づく、特別保護建造物文化財保護法における、重要文化財に、相当に指定。1952年、 昭和27年3月29日、文化財保護法に基づく国宝に指定されている。幸福寺北遠道、国宝は、養老5年721年、藤原夫婦との一周期に際し、元明上皇、元象天皇の両女帝が、長屋王に命じて創建させた。現在の建物は上下4年1210年頃の再建で、 幸福寺に現存する中で最も古い建物である。法隆寺梅殿と同様、平面が八角形の八角沿道である。現在、回廊の復元計画中。現存する幸福寺南沿道は、江戸時代中期。年代、漢方元年、1741年の再建。屋根を一重、本川蕨とする八角沿道で、正面に廃所が付属する。 1986年、昭和61年12月20日、文化財保護法に基づく重要文化財に指定されている。幸福寺南遠藤は、藤原北家の藤原冬継が、父、内麻呂の追善のため、公認4年、813年に創建した八角堂である。現在の建物は、完成元年、1789年の再建。 宋賢治の本尊は、元幸福寺行動に安置されていた、福武賢作、観音像であった。この像は、天平18年、748年、その前年に没した、藤原房崎の追善のため、夫人の室城、子息の藤原又寺が増留したものであった。道は、西国33所の九番札所として参敬人が、絶えないが、道の扉は、常時閉ざされており、 会費は10月17日の大般野行天読会という行事の日のみである2002年秋、2008年秋、2013年春に特別会費が行われた。道内には本尊である福建作観音座像のほか四天の立像と宝生六祖像を安置する。道の前に生える南遠藤富士はなんと八景の一つで毎年美しい花を咲かせている。 現存する、幸福寺三重塔は、鎌倉時代前期の再建、正確な建立年次は不明。本川武器の三件三0等場である。1897年、明治30年12月28日、当時の古社寺保存法に基づく、特別保護建造物、文化財保護法における、重要文化財に、相当に指定。1952年、 昭和27年3月29日、文化財保護法に基づく国法に指定されている。幸福寺三重塔は、工事2年、1143年、ストック天皇の中宮の高カモニーによって創建された。自称4年、1180年の大化による、消失記録はないが、現在の塔は、建築様式から大化後間もなく再建された、蔵建築と考えられる。 幸福寺西近藤は、光明皇后が、母、立花の道代の一周期に際し、釈迦三尊を安置する道として、天平六年、七百三十四年に創建した。平安時代に二回、鎌倉時代に一回、被災したが、その都度に再建されてきた。その後、江戸時代の教皇二年一月四日、グレゴリオ歴千七百十七年二月十四日に、行動からの出火によって、 中近道や南近道と共に消失した。この時は資金難のために再建は叶わず、基団を残すのみという状態になってしまった。そうして、今は西近道跡として王子を忍ぶばかりとなっている。ただ、道内に収められていた時報には、消失を免れて今日まで伝えられているものが少なくない。釈迦如来像、伝雲傑作、大部は消失し、 今は東部のみが国宝館に安置されている、両脇地蔵、薬王菩薩像と薬城菩薩像。今は中近道に両脇地蔵として、安置、本天庭釈天像、奈良時代の作。明治時代に国外へ流出し、今は米国サンフランシスコのが所蔵、十代弟子像、奈良時代の作。今は十区中の六区を国宝館などに、安置、八部修造。 奈良時代の作。今は、国宝館に安置。混合力士像、天承継作。今は、国宝館に安置。四天王像、所在不明、河原岩を加減形と読む、同性楽器で、奈良時代の作。今は、国宝館に安置などがそれである。現存する、幸福寺大湯屋は、室町時代中期、大栄年間、1394から1427年。 五郎の再建。平面は、桁行島、張間島。屋根は一重、本河原吹きで、西面を入り模屋作り、当面を切り妻作りとする。1953年、昭和28年3月31日、文化財保護法に基づく、重要文化財に指定されている。幸福寺王湯屋は、五十頭の東方に立つ。五十頭と同じ、王栄年間。 1394から1427年間の頃に再建された。五十島の南、三条通りを渡ったところに立つ幸福寺の寺院である。現在の道は天正八年、1580年の再建で、本尊阿弥陀如来座像、十分などを安置する。幸福寺本坊、本坊は境外東方に位置する。一般には公開されていない。 幸福寺寺起堂は奈良時代に創建され、消失と再建を繰り返したが、1874年、明治7年、廃物希釈の煽りで幸福寺が荒廃していた時代に取り壊された。跡地には1959年、昭和34年になって、寺報を治める大化式宝物庫、国宝館が建設された。旧食堂の移行は、 国宝館の地下にそのままの形で保存されている。国宝館は文化財の収蔵と展示を目的とする大化式収蔵施設で、1959年、昭和34年、食堂及び細殿の跡地に建てられた。鉄筋コンクリート構造であるが、外観は創建時の食堂、すなわち奈良時代の寺院建築を模したものとなっている。国宝館の内部には、 食堂の本尊であった巨大な千時観音立像、高さ5.2メートルが中央に安置され、仏像をはじめとする多くの寺宝が展示されている。2010年3月にリニューアルオープンし、従前に比べ展示点数が増えた。文化財に与える悪影響が少ない LED 照明が採用されたことにより、多くの仏像がガラスケースなしで見られるようになった。現館長は金子明。 なお、国宝館は、耐震改修工事のため、2017年1月から12月までの1年間休館し、2018年1月に再開した。現在の境内と合わせて、奈良公園の一部にまたがる、旧境内が国の史跡に指定されている。所有する国宝は27件になる。アシュラ像は、館室八部州立像八区のうちの一区である。 参考広島県尾道市、育地島の構造事象像の木造社家にお来座像、1901年十分指定、は元幸福寺にあり、第二次世界大戦後に構造寺に移ったものである。絵画、書籍転籍ほか、転居、2000年、平成12年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、 統計資料、毎日新聞社、2000による。幸福寺、南遠藤のご栄華は、春の日は、南遠藤に輝きて、三笠の山に、晴れるる薄雲。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。